いや、本当、申し訳ないです。まあ、キャプテンとしては本当、まあ、本当に責任を感じてるんです。攻撃、まあ、守備で結構適当にやっちゃってる部分で、攻撃でやっぱ力発揮しなきゃいけないんですけど、今、点取れなかったら、ちょっと力不足なんで。あの、地域リーグだけで、みんな多分人生かけて一応、でやってると思うから。前回はまあ、ああやって勝ってさ、いい雰囲気で臨めてるから、まあ、俺が入って、まあ、こうなったらちょっとどうしようみたいなのも、ちょっとやっぱ、よぎってたし、自分たちをよく知った上で取れないからそうするっていう、で、そこに 100% かけるっていうのは、そうね。もう、力を発揮する場所がさ、決まってるじゃん、確かに。だから、めっちゃ強いよ、多分。前にずっと速いもんね。はい、本日第9節だよ。9か10、9かな。9か10、いつもこの節は分かんない。節は気にしないでしょ。バディランツァレは、まあ、まずバディランツァレの前にサマーキャンプ TVM でやってきて、そのまま来てるからマジで疲労困憊だけど、終わってもそのまま直接俺とブラジル側来ました。どこだっけ、木更津から。木更津から上にもうそのまま取り組まれて一直線で、ワンチャン水分補給も足りてないみたいなさ。やばいじゃん、うん、まあまあでも関係ないから、まあ、こういう時の方がさ、パワー出たりするから人間。バディはさ、まあ、最近言うと小木さんが、うん、去年からやってるから4枚とかこうやってきたりとか、まあでもあのやっぱバディの良さみたいなのはやっぱあって、うん、ゴールに、ね、向かってくるし、あの昔からやっぱディフェンスのところはあのすごくなんていうのかな、脅威ではあると思うから、うん、まあ、そこをしっかりかいくぐれればいい攻撃につながるとは思うから、まあ、配置が俺は大事かなっていうところで、あとはロングボールが来た時のロングスローとかロングボールに対しての対応、うん、まあ、そこはまあ引き続き集中してね対応すれば、まあ、勝てるんじゃないかなと思うから、まあ、ここは本当に大事だから、ここは落としちゃいけない。確かに上位リーグのために今6位、あと3試合、うん、バディ、町田、カフェインが一戦も落としたらダメ。いや、そんなことはないけど、まあ相手次第ではあるけど、俺ら勝ち点は足りてないから、はいはい、うん、まあ絶対勝たないとっていうところで頑張りましょう。浅野を持ち運んで1人かわします。
Thank you.
長い動きをして初めて。
しょ、行こう、全員で、全員で、みんな優しい、ミクさんだけ厳しい、俺が引っ張ってるから、あのみんな助けてください、よいしょ、行くぞ、行こう。実況席から見て左から右に攻めますのが黄色いユニフォームデルミオーレクラウドルンバ、逆に右から左に攻めますのが赤色のユニフォームバディラッツァルです。朝の箱手左足
運んで右足払っていきます。ゴールで上がって浮かしたボールサイドへ、さあ1対1抜け出して中へのボール、田中から浅野、こぼれたボール運んで左足、こぼれて落下のボール高橋運びます。小林、もう一度体にといったところですが、ありません。ラツアレ、大きな動きで、サイドで上、ボールを奪います。一旦シュート、いや、イランナーのブロック。この野村も今先もこのボールを持ち上がることができます。ボールを奪ってシュート、残り時間は9分15秒、2点差を追いかけますクラブ群馬。ファウルありません。山田で左足折り返してこぼれたボール、山田クリア、小林キープします。一度岩崎へ、5対3でバディ・ランツァーレが勝利しました。バ
アディナツアレオステップス9月1日にバルドラーレ・ウェイ・セグンドと対戦します。さあ本日の、試合は以上となります。この第9節で本日行われました4試合運営を担当しましたのはオルコさん。いや本当申し訳ないです。キャプテンとして本当、まあ、本当に責任を感じてるんで、まあ、ちょっとコンディション調整とかね、俺も、まあ、できてない部分があったと思う。9月はちょっとみんなで本当に勝てるように、やっていきましょう。まあ、このチームの数少ないから、それ以外でも自分たちで調整して、地域リーグだけでみんな多分人生かけて一応でやってると思うから、ちょっと切り替えて行きましょう。攻撃、まあ、守備で結構適当にやっちゃってる部分、攻撃でやっぱ力を発揮しなきゃいけないので、まあ、今日点取れなかったのはちょっと力不足なんで、まあ、朝の散歩からしっかり集中したいなと思います。以上です。庄司のボレーの後にさ、狙ったら、飛べ飛んでった。で、しかもちょっと溜めたの、溜めたっていうか、その状況を見たの。キーパー倒れてるとか、まあ、こっちの方にディフェンスがいるっていうのを見て、そこをちゃんと狙って打ったと思ったら、めっちゃ力んで、しかも、ああいう時って重心が先にこう行ってなくて、足先で行ってんの。だから上に行くんだね。そう、体もこうなるじゃん。で上行っちゃうみたいな典型のさ、でそこからもう俺が取るのマインドが結構俺後半の、まあ、7分8分ぐらいは結構続いてて、結構無理して意味わからんし、ああ打ってたね、打ってた。でいつもだったらそのキープして最後まで見て気づいたってことはさ、こうそれに気づくさチャンスがあったわけじゃない。それに早くもっと目を向けるっていう、ああそうだ、ミスった瞬間だよね。その前半のミスった瞬間に目を向けるべきだったかな。あそこで結構なんだセルフ、まあ、セルフコントロールとか、まあ、結構してその日の状況を多分受け入れて、うん、あこういう、まあ、ピッチもあったじゃん、いろいろ結構止まりやすいし、あとは自分のコンディション、自分の合宿後のコンディションは受け入れて、まあ、なんか起こるだろうと思ってたの、なんか俺のところで前回はまあ、ああやって勝ってさ、いい雰囲気で臨めてるから、まあ、俺が入ってこうなったらちょっとどうしようみたいなのもちょっとやっぱよぎってたし、うん、だからなんかコンディション悪いのちょっとそこがさ胸嫌なイメージがちょっとあったのか自分で、ね、まあでもそれをやっぱ最初作っとくのも作っとかないじゃんさ、うん、準備が違う、予測が違う、まあ、それしてなくてそれ起こったら多分もっとひどかったかもしれないし、あまあね、逆に取られたらまあいいかもしれないけど、もうちょいその準備できたらなって、まあ、そう、もうそうですね。トップリーグじゃないからさ、結構その、まあ、こういう中で結構試してるというか、その、まあ、楽しんでる部分はあるよ、もちろん。まあ、楽しんでる部分、うん、めちゃくちゃ楽しんでる、うん、あこういう時にこうやってちょっとネガティブな方に引っ張られるから、そこを受け入れて、じゃあ、こういうふうに切り替えようみたいなさ、ところでも考えられてるから、まあ、最後は本当、ちょっとなく、受け入れて、もう俺、今日は取れない。うん、もうだパスしようみたいになって、パワープレーその後そうパワープレーめっちゃチャンス作ったもんね、当てられてなんかシンプルに入れて、あれ全部通ってたしさ、そうだからそこは良かったじゃん。あ全然大丈夫、大丈夫です。まず後半から入ってさ、ゲームの雰囲気とさ外から見てる感じ違うじゃん、うん、まあこうゲームの雰囲気を描きつつもこう外から指示出しながらさ入るけど、だからこう入りはめちゃくちゃいいの。こう取り返して2点パンパンと入って、じゃあ今から始まるよっていう時に、まあ、そう失点しちゃったっていうのがすげえ重たくて、はい、ただ取れないから下がってただけだし、なんかカウンター狙いとか、まあ、セットではもちろん小木さんも狙ったとか言ってたんだけど、ただただ取れないから引いてただけで、ケンシそこ狙っているのかと思ってた。全然小木さんだし、小木くんをマジックかと思ってた。それを
察知できない、うん、なんていうの、あの力みがあったっていう、俺自身もそうだし、やる前からある程度さ受け入れるってめっちゃ大事だね、うん、自分たちをよく知った上で取れないからそうするっていう、でそこに 100% かけるっていうのは、そうね、もう力を発揮する場所がさ決まってるじゃん、確かに、だからめっちゃ強いよ多分、前にやっと早いもんね、そうだよね、迷ってないね、迷ってない、だから俺らはちょっとできる分、そう迷いの中で選択していかないといけないから、そこはやっぱ判断力というかスピードと正確性、なんかその正確性っていうのはマジで問われると思うし、自由な分やっぱ面白いなって思う部分もあれば、今日みたいなゲームを落としてしまう、こういう判断のね悪いゲームになっちゃうっていうのはやっぱすごい俺感じたかな、まあ、次2勝すればね、そういう時期は絶対あるから、クラウドラスク行きましょう、2勝します、頑張りたい、まだある、うん、食べ食います、めっちゃうまい。